プロクターギャンブルジャパン P&G 製品一覧、デュラセルでユラセルは、アメリカの大手電池メーカー。2005年親会社のジレットが、プロクターギャンブルに買収されたため、P&G のグループ企業となったが、2016年に、バークシャーハサウェイに売却された。アメリカでは、アルカリ電池、ニッケル水素二次電池と充電器などの乾電池だけで、なく、懐中電灯や、メモリーカード、 自動車用鉛蓄電池なども販売している。電池の製品名のカッパートップとは、電池の陽極側が同色であることによるが、もともと赤毛を指す俗称であることが由来である。現在、出荷を継続している商品も、市場でよく見かけるとは言い難い状況である。その他に、アメリカ製の電気製品が内蔵する充電用電池として、また、 関電池駆動の電化製品に添付品として見られる、ほか、並行輸入品として見かけることもある。日本国内のコストコでは、P&G 参加時代にプロクターギャンブル、ジャパンから正規供給された製品が販売されていた。補聴器の電池として利用されているため、ニーズは一定数あるが、日本市場から撤退しているため、手に入りづらい。2007年現在、 国内の一般市場向けとして販売している製品に以下のようなものがある。採用で揺らせる時代の日本も含めて、過去のテレビ CM では電池本体の色が2色に分かれていることを利用してか、陽極の部分がガシャンと閉じるという演出がなされていた。ありがとうございます。